はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、高難易度闇まとう破壊の巨獣極級を3人3ターン攻略解説やっていきたいと思います。まあ、ダークレイン接待クエストっていうのもあって、持ってる方だったら非常に簡単にクリアできるクエストかなと思います。さあ、じゃあ早速ね、立ち回りご紹介していきましょう。まずダークレイン、トリプル使って自己バフかけていきましょう。闇の威力アップ、そして魔力のバフ、獣キラーのバフかけていきましょう。そしたら自身のトラマスであるためる2回やって満タンにしておきます。アバランチジェシーはトリプル使ってバーストストーンの上昇率をアップ、そして LB ゲージの回復、味方全体に2回の分身を付与していきたいと思います。で、レイフィーはトリプル使って次のターンも LB 使えるようにクリムゾンロータス、そして適当にアビリティ2個押していきたいと思います。まあ、ジェシーの LB ゲージがここで溜まってくれるのが問題ないかなと思います。素晴らしい。で、そしたら1ターン目の攻撃は引き付け回避 100% で無効化ができました。さあ、じゃあ続いて2ターン目やっていきましょう。まずはジェシー使ってステータスの87デバフ、そして闇の 120% デバフを入れていきます。で、そしたらレイフィー、LB、ダークレインも LB やっていきましょう。で、ダークレインの、通常の LB には槍耐性のデバフ入ってないので、武器はロッドでも槍でもどっちでもいいかなと思いました。で、 LB 選択していきます。タイミング的にはまあ、ちょっとダークレインの方が遅いかなと思うので、トントンぐらいでいいかなと思います。あ、早いから後でいいかなと思います。 OK、 素晴らしいね。14億、すごいいい火力出るじゃん。あ、レイフィーとも合わせて15億ね。で、2ターン目の敵の攻撃は全体に物理攻撃飛んできますので、分身2回で回避していきましょう。で、そしたら3ターン目リロードを押して、ジェシーはねタクス持ってますので、ダークレインに託していきましょう。そしたらリロード、タイミングは先ほどと同じでレイフィー押してダークレイン押していきましょう。いやー、これ今回ね、本当にダークレイン見たらめっちゃ簡単なクエストだったね。ということで問題なく3ターンで攻略ができました。装備の紹介やっていきましょう。まずレイフィーは LB ゲージ、そしてバーストストーンの回収量をなるべく高くした装備構成とアビリティ構成となっております。続いてダークレインは、アビリティ、ブグ倍率、獣キラーはマックスといった感じの装備構成とアビリティ構成になっております。スパトラは自身のスパトラのみを採用しております。あ、まあ一応エアリスのもあるけど、まあ配布的な扱いでいいかなと思ってつけました。まあ別にあのエアリスのスパトラでなくても別にいいと思います。で、アビリティは自身のトラマスと今回の、イベントでもらえるって言ったらあれかな、あのもらえるものを採用してます。獣キラー 25% がついてるもの、なんなら枠も2つ余ってますので、もしキラーとかが足りなければ、埋めていただければと思います。ビジョンカードは感情な危険者で、最後にジェシーは、引き付け回避 100% の装備構成かつ、LB ゲージバーストストーンの上昇率を高める装備構成とアビリティ構成となっております。こんな感じで3ターン3人で攻略ができてしまいました。めっちゃ楽しいこれダークレイン強すぎる本当に。さあ、最終ダメージ見ていきましょう。ということで、ダークレインが1人で24億出して、攻略ができたという形になっております。ぜひね、ダークレインいる方は3人で遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。